ザラーバルト卿、イスファン卿、行くぞ。はっ、先陣ならお任せくだされ。俺は事前の策として、殿下と敵の側面に回る。照明は頼んだぞ、ダリューン。敵が入ってきたぞ、兵器を動かせ。なんだこの仕掛けは、煩わしい。そう簡単にはいかぬというわけか。この攻撃は高台にいる男の指示だ。奴を倒せば止むかもしれん。異教徒が攻めてきたぞ。パルス人に捕まったら奴だけにされてしまう。逃げろ。武士と奴にとってパルス人は所詮異教徒。向けられる感情は蔑みや恐ればかりだ。あのルシタニアの少年、彼とも分かり合うことは難しいのだろうか。これで敵の兵器は無力化した。一気に駆け抜けるぞ。突出すれば敵のいい的になるんだ。気をつけろ、ザラーバント卿。当主感謝します、ダリュウ。力を尽くして阻め。これ以上パルス軍は進ませるな。マルズバン・サーム殿、一体なぜルシタニア軍に。今はサーム殿のことは捨ておこう。それより急ぎここを制圧せねばな。殿下、まずなるべく攻勢を避けつつ移動しましょう。分かった。皆が命を落として戦っておる。眺めているわけにはいかぬ。伯爵様、お待ちください。私も共に参ります。ならぬ。お主は祖父君から預かったもの、万一何かあっては申し訳が立たぬ。しかし、これは命令じゃ。今は自重し、後の機会を待て。承知しました。伯爵様、どうかお気をつけて。お見それしました。その武勇にかなうものなどおりますまい。殿下、ここは戦うしかありません。私のそばを離れませぬよう。俺とやろうってのか。今こそ示せ。ここまでか。だが、異教徒の手にかかるわけには。守るべきを守る力を。伯爵様が重傷だと。許すものか。異教徒の総大将、アルスランは私が撃つ。だが、奴を狙える場所を教えてやろう。やれるものか、やってみるか。皆の目がコセガラに向いているうちに増援を呼び、正門のパルス軍を殲滅してやる。おのれ、パルス軍め、一矢報いてやるわ。投石機を運んでまいりました。門を破壊しましょう。もうダメだ、誰か。まだ死にたくない。それは逃げ遅れたルシタニア人か。ナルトス、逃がしてやるのです。です。説得なさるのか。お気をつけ。強度だ。待ってくれ。私はお主たちを傷つけるつもりはない。騙されるな。京都の言うことだぞ。みんな武器を取れ。戦うのだ。出る。アルスラン殿下が敵に包囲されています。殿下が。ザラーバント卿、ここは任せたぞ。働きをご覧いただいている。そう思うと一層力が入りますな。この戦で誰よりも功を立ててみせます。やはり投石機か。残念だが、そのようなものは通じん。そんな。敵の増援部隊が正門前に出現。門近くの味方が攻撃されています。なんだと。いや、ここは皆を信じよう。今は殿下の救援が最優先だ。頼む、話を聞いてくれ。ダリュー、貴様の首はこの残念が取る。
カーラーンの負傷の声。今は貴様の相手をしている島などない。先導したのは牛谷あったよ。悪かった死者。逃がしはせぬ。これでしまいだ。お前などに負けはせぬぞ。貴様は俺に撃たれ、バルスラーンめは正当なる王に撃たれる。そうしてバルスラーン、正しき者の手に帰るのだ。逃がしはせぬ。正当なる王、これでしまいだ。やはり貴様はヒルメス王子に仕えていたか。もしやサーンドに熱き闘志を受けてみよう。殿下、ダリュン。あれがアルスランか。あの時のアルスラン確保。貴様、殿下は女性にお優しくていらっしゃる。俺と気が合いそうですな。クバード、なぜあなたがここに。のんびり話している場合ではなさそうだぞ。邪魔をしてくれたな。王子ともどもまとめて葬ってやる。バルス、カシオン伯爵に仕える騎士見ならエトワールが相手だ。殿下、浮かぬ顔ですが、この者お知り合いですか。覚えておらぬか。3年前、王都で私を人質に取った奴隷の少年だ。少年？俺には少女にしか見えません。逃がしはせぬ。これでしまいだ。お主、女性だったのか。男だろうと女だろうと関係あるまい。私はお前を撃つ。それだけだ。奴隷にはしない。ひどいこともしないと約束する。だからどうか投降してくれ。異教徒の総大将の言葉だと誰が信じる。3年前、私は約束通りお主を逃がした。今回も約束は守る。それでも信じられぬならいっそ逃げてくれ。私はお主を傷つけたくない。もう戦えぬのだろう。さあ逃げるといい。敵を逃がすのか。お前は本当におかしなやつだ。増援部隊が来たぞ。パルス軍を城から追い出せ。クバード卿、あなたには上司お会を返し。ウシタニアの増援を止めていただきたい。正門にいるパルス軍の体制を整えます。それと策を持って城内の門を開けます。敵の繊維を削り内外から一気にというわけだ。このクバードに任せておけ。火兵で敵の大軍に突っ込めとは面白い人だ。しかも現れたばかりの俺を戦略に組み込む。前にも後ろにも敵がいるね。どうしたら。ナルサス卿が手をこまねいているとは思えぬ。戦況が変わるまで今は耐えるのじゃ。
の動き、魔導士か。だとすれば標的ですね。運用されないよう気をつけねば。兵士の様子がおかしい。あの魔導士と戦った後から妙に苦しんでる。気をつけろ。おそらく毒が仕込んである。ペシャワールを襲った魔導士と同じだ。味わってみるか、赤眼の獅子の力は。俺が真のマルダーンとはな。俺の名はクバ。ヤルサス教に頼まれたな。念に来たぞ。クバ、まさかあのマルズバーンとして同盟の。いや、単に同盟というだけだろ。俺はあれほど立派な人物ではない。造園の壊滅し、目に見えたせいにさすがクバ。敵は造園部隊がやられているようさのようだ。造園部隊が壊滅したぞ。敵は城を取り囲み、俺たちごと燃やす気だ。このまま焼き死ぬくらいだ。死ぬ、神に栄光ある。暴走するとガルサスの仕業か。待たせたな。敵の増援は我らが食い止めよう。おお、懐かしい顔だな。元気そうで何より。よし、我らも増援を抑えに行くぞ。死は一歩も近づけるな。どれ、やるか。ここまでは我らの負けだ。京都の手にかかる国だな。彼らはどこへ行こうとしているのだ。嫌な予感がする。城内の門が開いた。ナルサスの策がうまくいったようだ。このクマードに続け、ウシタニア軍を叩きのめすぞ。また会ったな、サム。クマードか。ここにいるということはアルスラアン殿下に味方しているのだ。であれば今のお主はヒルベス殿下の敵。窮地の中とて容赦はできぬぞ。それは楽しみだ。お主とは一度本気でやり合ってみたぞ。立っておれ、異教徒に城を奪われよ。味わってみるか、赤眼の獅子の力をな。今身元に参ります。エトワールとはマルカシオン博が中庭の塔から身を投げて。何、劣勢を悟り、他の者も塔を目指しています。マルカシオン博に続くつもりかと。すぐに向かう。やはりお主は強い。だがここで終わるわけにはいかぬ。さあ、残すはあの門の向こうのみ。城内の敵を撃ち、城を制圧するぞ。ここから先へは行かせんぞ。サームとお主がいるということは、味わってみるか、赤眼の獅子の力。降伏する者は助けよ。武器なき者は殺すな。これは王太子殿下の御意だ。あの坊ちゃんなら本当にそうするだろう。今なら信じられる気がする。なんとか今に説得できれば、これ以上仲間の命を失わずに済むかもしれない。バルカシオン博、しっかり。おお、味わってみるか、赤眼の獅子の力。よかった。わしは先に神の身元へ。伯爵様、バルカシオン様。殿下、申し訳ございません。アルスラン殿下、大変でございます。絶望したルシタニア人たちが中庭に押しかけ、次々と塔から身を。なんということだ。すぐに塔へ向かう。はっ、ご案内いたします。助かる命を捨てるなんて、絶対に止めなければ。これは罠かもしれない。それでも私は救える命を見過ごしたくない。あの兵、
殿下に何？あ、まずい。殿下、しまった。分断されるとは。何としてもお救いする。急ぎ皆を止めねば。この声はエトワール。何をしている。私は皆を止めねばならぬのだ。勝手な真似は許さぬ。お主は命令通りダリューンらの足止めに向かえ。今一度言う。命令に従え。待て。あなたが戦うべき相手は私のはずだ。ルシタニア人を救うためむざむざ罠に飛び込むとはな。やはり貴様は甘すぎる。己の愚かさを食いながら死んでいくがいい。何をしている。お主は早く塔へ。やはり貴様は王の器ではない。異教徒を助けるためのこのこ一人で来るとはな。アズラインだと頼んだよ。人の命などどうでもよいというのか。ルシタニアの奴らがパルスでしてきたことを思えばまだ生ぬるい最後というものよ。違うか。よせがれ、調子に乗りよって。アルスラー、皆は思いとどまってくれたぞ。約束通り命と自由を保証してくれるんだろうな。私がこのヒルメス教との戦いに勝った暁には必ず。ならば援護してやる。お前が倒れば約束を守る者がいなくなるからな。遊びは終わりだ。アンドラゴラスへこせがれ。覚悟を。私にも背負うものがある。負けるわけにはいかないんだ。私に従い戦ってくれている全ての者のためにここであなたを倒す。先達者の子が正当なる王を倒すと。そう。はあ。くっ。殿下。彼らとはまたいずれ戦う時が来よう。それよりも今は救える命を救わねば。アルスラン殿下がサンマヌエル城を落としたぞ。俺たちの勝利だ。私を捕らえろ。このような軽傷で逃がされれば異教徒に情をかけられたか、もしくは通じたと思われるだろう。私を捕らえ拷問にかけよ。しかし殿下、この娘の言う通りに
今は何を言っても引き下がりますまい。分かった。だが拷問にはかけないし、怪我をしたルシタニア人の手当てはこちらでさせてもらう。それでいいかい？お前は甘いからな。仕方あるまい。お主を。そうか、ペシャワールで会った少女はお主だったのだな。私の本名はエステルという。騎士になった時にその名は捨てたかな。それにしても今頃気づいたのか。お前は本当にぼんやりしているな。王や王子というものはしっかりして威張っていなければならない。お前たちがそれらしくせぬからパルスは都を奪われるような目に遭うのだ。一つはっきりさせておこう。パルスがルシタニアに攻め込んだのか、ルシタニアがパルスに攻め込んだのか、どっちだ？確かに攻め込んだのはルシタニアの方だ。だがそれはお前たちの国が誠の神を崇めぬからだ。もしお主の言う通りなら、どうしてマリアムに攻め込んだりした？それはマリアム人の信仰の仕方が間違っているからだ。だから神のご意志に従って。神がそう言ったのをお主は聞いたのか？ルシタニアの権力者たちが自分たちの欲望と野心のため神の名を利用しているだけではないのか？黙れ黙れ、お前と話すことはもう何もない。すまない、偉そうに責める気はなかった。お主はイアルダボート教の祈りの言葉を知っているか？当たり前だ。だったら明日ルシタニア人の死者のために祈りを捧げてほしい。敵の死者のために祈りを。本当におかしなやつだ。お主のおかげでルシタニア人の魂も救われたであろう。そうだな、私にも祈らせてくれたことについては感謝する。一つ問いたい。お前たちはなぜあの頼りない王子に仕えているのだ？王太子殿下はいつも努力しておられる。勇敢にご自身の責任を果たし運命に立ち向かおうとしていらっしゃる。そのことが使える者の目には明らかなのだ。それにどんな人間に対してもお優しく情け深い。私のような身分の低い者ですら危険も顧みずに助けてくださるほどに。あんただって知ってるだろ、殿下はルシタニア人の死も本気で悼んでくれたんだからさ。王子にしては甘すぎるがな。もう憎ったらしい子だね。彼女を解放し傷ついたルシタニア人の世話役を任せたこと、甘いと思うか？殿下ご自身はどうお考えの上でそうなさったのですか？私は思ったのだ。千人死ぬところが900人で済むならほんの少しだけ放っておくよりいいのではないかと。でもそれは単なる自己満足に過ぎないのかもしれない。もっと他にやりようがあるのかもしれない。お気になさるなとは申し上げませぬ。ですが今できる最善のことをなさったのでしょう。それを甘さとおっしゃるならぜひ甘いままでいただきたいものですな。私たちは皆そのような殿下のご気性こそかけがえのないものだと思っているのですから。ありがとう。お主たちがそうして支え励ましてくれたから私はここまで来られたのだと思う。あの王子は人の心をつかむのがうまいと見える。それに敵はルシタニアとヒルメス王子、奴らと戦い続けるとなれば退屈すまい。もうしばらくは付き合ってもいいかもしれんな。
皆のおかげでサンマヌエル城を落とすことができた。しかし王都に近づけば近づくほど戦は激しさを増すだろう。それでも皆が一緒なら必ず乗り越えられると信じている。どうかこれからも私に力を貸してくれ。さあ進もう。私たちの王都を取り戻すために。私に何ができるか。